え皆さんおはようございます。46日間チャレンジ行政手続きを完全制覇の14日目入らせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 ね、2週間、たった2週間ですけれどもね、さらに2週間、この2週間、ちょっとずつ、ちょっとずつ継続してやっていくことによって、まあ、行政法全体がちょっと見えてきたりとかするといいな、なんていう風に思って続けさせていただいております。えー、ツイッター等々でですね、あの、結構コメントとかいただいて、すごくね、私もですね、反応を見ながらやらせていただいておりますので、ご意見とかですね、えー、こういうのもやってほしいとか、こういう説明入れてほしいなんていうのがあったらですね、ぜひコメントいただければという風に思っております。じゃあ、進めていきたいと思います。えー、14条ですけれども、 ここは理由の提示なんですね不利益処分をする際の理由の提示あ理由の提示って何か聞いたななんていうふうに思われる方、えー、申請に対する処分の理由の提示の規定が第8条に置かれていましたよね8条と14条は比較をしないといけないので今日比較まで、えー、してしまいましょう では、見ていきたいと思います。第14条は、これは不利益処分をする営業許可の取り消し処分なんかをするときに、理由を示さないといけませんよ。なぜそういう処分をしたのかという理由を示さなければいけませんよ。え、こういうふうになっているわけです。で、実際ね、これね、えー、営業許可の取り消し処分の処分通知とかを見ると理由書いてあるんですよ。でね、あの、学習の時とか、あとはね、皆さんがこれテキストとかに載ってる判例とかを見ると、 根拠規定だけじゃダメですよと。不利益処分が何法に基づいてされるかっていう、何法の個物営業法の何条に基づいて営業許可の取り消し処分がなされるとか、そういうことが書いてあるだけだと、結局、一体何、何を理由にですね、処分が下されたかってよくわからないと。だから根拠規定だけじゃダメで、で、実際にどんな事実があって、で、どういう判断がされたのか、 処分基準公表してる場合には、この処分基準に該当しているから、だから、こうやって、えー、許,許可の取り消し処分が出たんだ、なんていうことを書かなければいけない、そんな認識でいらっしゃると思うんですよね。あの、確かにね、あの、学習上は間違いないんですけど、僕が見てる限り、意外と処分通知見るとですね、本当根拠規定しか書いてない。あの、一応ね、処分の原因となる事実ぐらいは書いてあるんですけど、 ほとんどね、あの根拠規定だけの処分通知ってほんと多いんですよね。だから現実と、あとはこうやって判例とかの話っていうのが、ちょっと実際、うん、異なるというかズレがあるな、なんていう風に思いながらですね、あの聞いていただけるといいかなという風に思います。じゃあね、14条の1項、2項、3項を見ていくことにしましょう。 えー、14条の1項ではこう書いてあります、えー。行政庁は不利益処分する場合はその7点に対して同時に、ここですね、ポイントはね。まず同時に、えー、不利益処分の理由を示さなければならない。えー、もう一緒に8条と比較しながら行きますよ。第8条の申請に対する処分の理由の提示の時も同時に示さなければいけないというのは一緒です。一緒です。8条と14条で同時に理由を示すっていうのは一緒なんですね。 はい。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合はこの限りではない。これ14条の特徴はここなんですね。 えー、緊急性があって、もう今すぐ処分をしなければならないっていう場合は、もう理由をつけてる場合じゃないから、理由つけなくてもいいですよと。理由一旦つけなくてもいいですよっていうふうに書いてある。これが特徴的です。8条にはこういう規定はありません。えー、よろしいでしょうか。あ、不利益処分、すぐしなければいけない。えー、例えばですけれどもね、えー、これ災害対策基本法という法律の71条かなあ、に、えー、これはですね、 えー、なんていう規定だったかな十字命令ってやつかな十字命令っていうのがあってですね。何かって言いますと、土木関係者の方とかで、えー、もう災害時に、もう必ずちょっともう仕事してくださいなんていうことで,ですね、十字命令なんかを出す、出せるなんていう規定があったりとかするんですけど、これもう緊急に出すので、もう理由を出してる場合じゃない。もう理由わかるだろうというようなところもあってですね、理由をつけないでもそうやって命令処分とかを出してもいいなんていう規定が入ってたりとかするんですね。 こうやって緊急時、災害時とかで、もう今すぐやらなければいけない。こういうような場合というのは、理由は一旦示さなくてもいい。今一旦示さなくていいっていう言い方をしてますけれども、実は後で理由は出すんです。後付けで理由は出すんです。え、緊急時だから、だから今すぐ出せなかったので、後で理由は出すということになっていきます。第2項のところを見ていくことにしましょう。 第2項のところを見てまいりますけれども、こう書いてありますよね。行政庁は全項正し書きっていうのは今言ったところ、緊急時に理由はとりあえず出さなくていいですよって書いてあるところね。えー、この全項正し書きの場合において、当該ナーテニーの所在が判明しなくなった時、その他処分後において理由を示すことが困難な事情がある時を除いて、処分後相当の期間内に同行の理由を示さなければならないということになっています。 一旦は理由出さなかったんだけど、処分後相当期間経過後には出さないといけませんよ。だけれども、じゃあ出さなくてもいい場合があるかって言われたら、ここ一応例外規定はありますでしょ えー、ナーティニーの所在が判明しなくなった時、もう行方不明になってですね、えー、処分の相手方の住所が分からない、だから通知が出せない、えー、こういうような場合だったりとか、あるいは、えー、処分後において理由を示すことが困難な事情があると、もうちょっと理由を示せないと、おまああんまりね、そういう場合ってないと思うんですけど、そういうような場合、そういうケースがあればですね、理由は示さないと。もう全く理由を示さないというパターンも一応ありますよ。だけどそれ以外は、 一旦、えー、理由示さなかったけど、それは緊急だったから、ということですから、あ、処分後、相当期間経過後には示さなければいけない。この説明をするとですね、よく、相当の期間ってどのくらいですかって聞かれるんですけど、うん難しいですね。普通だったら、一週間、二週間あれば、 理,理由って後付けで説明はできそうな感じがするので、相当の期間、普通だったらまあ一週間二週間かなって思いますけれども、ただやっぱり災害時であるとか、 今回、そのコロナのね、騒ぎありましたけれども、やっぱこういう事態になっていて、もう行政もてんやわんやしてて、全然その理由を出せる状況にないとかあり得ますよね。こういうような場合にはもうちょっと期間がかかるかもしれないんだけれども、ただね、この14条の理由の提示の趣旨、制度趣旨、後で説明しますが、制度趣旨を考えていきますと、不服申し立ての便宜を図るっていうのもあるんですよ。要するに何かっていうと、不利益処分を喰らいました。この不利益処分に対して 文句がある方っていうのは、行政不服審査法に基づいて審査請求をするとか、行政事件訴訟法に基づいて取り消し訴訟をするとか、自己救済を図るっていうことがあり得るわけですね。その時に、なんでこの処分をしたかっていうのが分からなかったら、文句言え,言えないんですよね。だから文句を言うためには、ちゃんとした理由を知りたいというのがあるわけですよ。で、この行政不服審査法に基づく審査請求って、審査請求期間ってどのくらいでした これねえ今、3ヶ月になってますでしょ ?3 ヶ月。取消訴訟の出訴期間はどうでした ?6 ヶ月ですよね。6ヶ月ですよねまあ、もちろん条文上正確にまた押さえていかないといけないんですけど、ざっくり言いますと、審査請求は3ヶ月、取消訴訟は6ヶ月しか争えないわけですよ。って考えますと、ですね理由は3ヶ月も4ヶ月も経った後に理由示されたら、不服申し立ての便宜は図れませんから、 うん、遅くてもですね、2ヶ月ぐらいで出さないとまずいだろうなっていう、そういう感覚は持っておかれるといいんじゃないかなというふうに思います。14条の3項を見ていきましょう。フリーク処分を書面でする場合は、全2項の理由は書面でえ示さなければならないというふうに書いてあります。処分を書面でするときは理由も書面で。これは第8条と一緒ですよね。 じゃあ、申し上げておきます。8条と14条の比較ですが、8条と14条で全く同じこと書いてあります。8条と14条で全く同じことが書かれている項目があります。何かというと、えー、同時に示さないといけないよ。処分と同時に理由を示さなきゃいけないよっていうのは、8条、14条。両方とも書いてあります。もう一つが、処分を書面で出すときは理由も書面で。これも8条、14条。両方とも同じことが書いてあるんですね。 同じこと書いてあるのはこの2点だけです。同時に。そして書面で。この2点ね。で、そして14条は特徴的なのは何かっていうと、緊急な時っていうのは理由一旦出さないんだけど、相当期間経過後に出しますよっていうことが書いてあるっていうのが特徴的でした。じゃあ14条のですね、まずは条文の文言について解説をさせていただきました。そして14条は制度収支、これも大事だと言ったのは何かというと、判例が出ているんですね。 理由付近についてはですね、古くは昭和38年とか昭和60年に判例あるんですけれども、ただ行政手続法って平成5年にできていますから、行政手続法ができた後、この行政手続法14条の解釈についてですね、最高裁判例で示したのは、平成23年の一級建築士の免許取り消し、えー、処分に関してのですね、えー、事件についてのみなんですね。平成23年のこの判例というのが非常にこう、まあ参考になるという いますか。ああ、大事ということになってまいります。その判例の中で、どういう風に言ってるか、ああ、十四条の制度趣旨、こう言っています。 行政庁の判断の慎重と合理性を担保し、その C を抑制するとともに、処分の理由をなあてにに知らせて、不服申し立ての弁議を図る趣旨え。こういう言い方をしています。要するに何かというと、理由を示すのはなんで理由を示すのっていうとですね、えー、理由を示さなきゃいけないっていうと、適当な判断できないじゃないですか。適当な理由でですね、処分できないので、行政は恣意的な判断しないで、慎重にちゃんと判断するようになるでしょ。と こういうことをまず言っています。そしてもう一つが、やはり、不服申し立ての便宜を図るという、そういう意味合いがあるんだ。先ほど申し上げました。ああ、まあ、争うにしても理由を知らないとなかなか争いづらいということですね。実際私も審査請求なんかを特定行政書士として扱ったりとかするときに、処分通知だったりとか、その前のですね、前提のあの,聴聞の、弔問の通知だったりとか、こういうのを見るわけですけれども、 えー、なかなかですね、あの、理由がちゃんと書いてないんですよ。本当にね、根拠規定しか書かれてないこと。で、処分の原因となる事実っていうのも、本当に一、もう一行でですね、パーンと書いてあるだけだったりとかして、いや、これじゃよう分からんよ、なんていうことで、そっから情報公開請求書けたりとかですね。あるいは、まあ、役所が任意で出してくれることもあるので、これはあの、実際どうだったんですか教えてください、なんていうことあるんですけれども、やっぱね、それだとまずいわけですね。しかも、この平成23年の判例だと、 建築基準法の、そのお、法律に基づいて処分を出すっていう形だったんですけども、法律には本当ざっくりしたことしか書いてないから、 処分基準に細かいこと書いてあるから、処分基準のどこにですね、えー、該当したかっていうのを書いてくださいと。それがないと理由になりませんよっていうことで実,実際争っていて、最高裁も、いや、そうですねと。処分基準のどこに該当したかっていうのを書かないと、この処分っていうのは違法性がありますよと。おこういうふうに言った判例だったんですよね。 処分基準のどこに該当したのか、やはり役所としては示す必要がありますし、あとはね、もうちょっとですね、進んだことを言いますと、えー、これ、弔問手続きとか、弁明の機会の付与とかですね、意見陳述の機会をしたのであれば、その意見陳述の機会をどのように反映した結果、処分がなされたか、ここまでですね、本来的には示すべきなんじゃないかなというふうに思いますが、なかなか行政はですね、そういう対応をしていないというのが現実であったりとかします。まあ、大量に処分しなければいけないという場合、 ははななななかかかか理由示示せせいいいシンプルにしか示せないというのわるんですけれどもただ、我々のやっぱり権利や、まあ、そうやって義務を課すようなあ、そういった権利を侵害するとか義務を課すようなそういう処分ですから、やはりそこは慎重性を担保していかなければいけないということになろうかというふうに思います。8条と14条をまずは比較をしてください。条文上何書いてあるか、これが大事です。で、もう一つは今言った平成23年の判例の文言ですね。この文言をきちんと理解しつつ、 そして現実的にですね、えー、我々はその理由を本当に知りたいんだと。なぜそうやって処分が出たかというのを知ることがいかに大事かというのをですね、えー、感じていただきたいなというふうに思っております。じゃあ、14条はここまでということにさせていただきたいと思います。皆さんお疲れ様でした。